ずワイヤーの真ん中に印をつけておきます。そして危なくないようにラジオペンチの先端で持って近くを押さえて、できるだけ小さくこのように丸めておきます。両方とも丸めておきます。で、次にこのね、印位置から筒状のものに沿わせていきます。で、この時に右側にあるワイヤーを左側にあるワイヤーの手前になるように重ねて交差をします。で、このように沿わせまして、今印が上にある状態で、また右側にあるワイヤーを左側のワイヤーの上に重ねるようにして交差させます。で、このぐらいまで沿わせますね。そうしましたら、このね、真ん中の印から 9.5 センチ測りまして、外側のワイヤーにもこのように印をつけておきます。こちら側もですね、 9.5 センチ測って内側に印をつけて、外側にも印をつけておきます。次にこのね、外側のワイヤーの印から28センチ測ってこちらに印をつけていきます。こちらも外側のワイヤーの印位置から28センチ測って印をします。はい、輪っかを左向きにした状態で印位置を合わせます。そして右上に流れている方が手前に重なっているか、今一度確認してみてください。はい、そしたらこれをですね、もうねじるというよりは絡めていきますね。こう先端まで絡めていきます。次にこの絡め始めの印位置から19センチ測って切ります。輪っかが歪んでしまっていたら、またね、こういうふうに入れてちょっと引っ張るようにして沿わせます。そしたらこのね、先端2本掴んで引っ掛ける部分のね、輪っかを作っていきます。ちょっと大きめにね、のの字を作ります。そしてこれがまっすぐになるようにね、こう面を押さえながら真上に90度調節します。で、最後に立体にしていきますので、この輪っかの3分の1ぐらいが見えるように、右側に見えるような位置で押さえます。そしてこちらの右手側の方をね、ぐーっと持ち上げて90度よりもちょっと奥まで曲げて戻すようにしましょう。はい、こんな感じですね。そしてもし輪っかがグラグラするようでしたら、ちょっとね、上を持って押さえて面を下げてあげるようにしますね。それで今一度こう置いてバランスをとってみてください。今こちらに下がっているものは26センチのものなんですけれども、この19センチの絡めてある部分の長さを変えることによってスタンドの高さを調整することができます。